着いて落ち着いて。はい、深呼吸。落ち着いた？今、動画サイトで歩ちゃんが生配信してるの。だから見てあげて。あなた自身で確かめなきゃ。お互い、いい幼馴染がいてよかったね。それじゃあ、またね。私、ずっとやりたいこととか夢とかを持っていませんでした。それでも毎日友達と遊んだり、編み物をしたり、お菓子を作ったりして、普通に楽しかったです。そんな自分の毎日に不満があったわけではありません。けど、スクールアイドルを始めて、一緒に活動する仲間ができてからは、毎日が本当に楽しくて、ワクワクしてドキドキして、特別な日々になりました。それまでの高校生活もそれなりに楽しかったけど、充実してたと胸を張って言えるものじゃありません。でも、スクールアイドルとして過ごす毎日は、胸を張って充実していたと言えます。私をスクールアイドルの世界に誘ってくれたのは、私の幼馴染でした。誰よりもスクールアイドルのことが好きで、いつも一番近くで私たちのことを応援してくれる、私の大切な大切な幼馴染です。誘われたばかりの時は本当に軽い気持ちで、正直私は同好会のみんなのような熱意はなかったと思います。だけど、毎日練習している私を見て、あの子が嬉しそうにしてくれて、その笑顔が、私、とっても好きで、また、その顔を見たいなって、頑張るようになって。最初はできなかったステップができるようになったり、前よりももっと声が出るようになったり、そのことがとても嬉しくて、気づいたら練習が楽しくて仕方なくなっていました。練習を頑張ればできることも増えていって、あの子もその度に喜んでくれて、それに何よりライブを見に来てくれた人が楽しいって言ってくれて、本当に幸せでした。努力するたび自分を含めてみんなに幸せが広がっていくのが気持ちよくて、軽い気持ちで始めたスクールアイドルにいつの間にか夢中になっていたんです。そして活動を重ねるにつれ、夢がなかった私にも叶えたい夢ができました。それをみんなと一緒に形にしたくて、みんなで同じ目標に向かって努力するのが楽しくて楽しくて仕方がないんです。すべては私をスクールアイドルに誘ってくれて、毎日励まし、応援してくれたあの子のおかげ。だから、あの子には感謝してもしきれません。だけど、そんなあの子と喧嘩をしてしまいました。まだ仲直りできていません。気持ちが爆発しちゃって、つい感情的になっちゃって、気がついたら、心にもない言葉が口から出ていました。スクールアイドルなんて好きじゃないって、やりたくてやってたわけじゃないって。あの日から今日まで、みんなからの連絡も全部無視して、部活もサボっちゃって、もうスクールアイドルはやめるつもりでした。部活をやめたら、前の生活に戻るだけだと思ってたけど、なんだかおかしいんです。編み物をしてもお菓子を作ってもなんだか物足りなくて、ぽっかり穴が開いたみたい。私、ものすごく楽しいことを知ってしまっていたんです。胸に開いた穴を埋められるのはスクールアイドル活動とあの子が喜んでくれる顔だけなんだって
やくわかりました。こんなことになってようやく気づけた。スクールアイドルがとってもとっても大好きなんだってこと。そしてあの子とみんなと見た大きな夢を絶対叶えたいっていう強い思い。スクールアイドルフェスティバルを絶対に開催したい。スクールアイドルフェスティバル復活のためにみんなものすごく頑張ってるんです。たくさんの資料を読んでいろんな人と交渉して参加してくれる人みんなに喜んでもらえるようにアイディアを出し合って、何度も計画を練り直して、毎日家に帰る頃には夜になっていて、疲れてそのまま寝ちゃうことも珍しくなくて、それでも辛いなんて思ったことは一度もなかったんです。素敵な仲間とあの子と一緒に見た夢を形にしていくことが楽しくて仕方ありませんでした。あの子はスクールアイドルじゃないけど、誰よりもスクールアイドルのことを愛してます。いつだって一番近くで応援してくれているんです。そんなあの子が寝る間も惜しんで尽くしてるスクールアイドルフェスティバルは、スクールアイドルを愛するみんなが楽しめて幸せになれるお祭りです。参加してくれたみんなを笑顔にしてくれる場所なんです。私、みんなと一緒にスクールアイドルフェスティバルに出たいです。虹学のみんな、ミューズ、アクアのみんな、そして世界中のスクールアイドルが大好きなみんな、そんなスクールアイドル大好きなみんなが集まってやるお祭りなんだから、絶対に楽しいに決まってます。スクールアイドルフェスティバルは私の夢なんです。だから私の夢一緒に叶えてくれませんか。そしてみんなの夢、私にも一緒に叶えさせてください。お願いします。お願いします。